はい、どうも皆さん、こんにちは、浩平でございます。ってことでですね、本日なんですけども、今回はですね、倍率予想です。はい、ね、先日私がですね、当落ね、発表を、まあ、させていただきましたけども、ね、もう夢のね、ラブライブシリーズとしても、まあ今回外部フェスなんですけども、ラブライブシリーズとしてもね、もう夢の祭典、まあ、ていうか外部フェスって言ってますけどね、もうこれはもう、夢のコラボって言ってもいいですよ。単独ではないんだけども、単独ライブ並みのね、規模って言ってもいいですよ。異次元フェス、ね、アイドルマスターラブライブ歌合戦、で、こちらでございますけども、こちらのですね、当落をまあ先日私発表させていただきまして、動画の方でね、まあそちらは出てるので、見ていただきたいんですけども、今回はですね、こちらの、皆さんの当落、ね、これを元にした、倍率調査アンケート、こちらをですね、X、ね、X の方でですね、実施させていただきました。はい。そしたらですね、皆さんね、多くの方のですね、ご協力いただきましてね、千何百票とか、もう本当にね、すごい数の、投票、当落のね、アンケートを、いただきましたので、こちらに基づきましてですね、今回のライブの倍率が一体どれぐらいだったのか、ね、これについてですね、考察していきたいなというふうに思います。はい、1400票ぐらいかいただいたのか。いや、ほんとね、皆さんね、アンケートご協力いただきまして誠にありがとうございました。はい、ということでね、結果見ていきたいと思うんですけども、今回のですね、倍率調査アンケート、こちらのようになりました。はい、ね、上から見ていきます。まず両日当選した人が 54%、 はい、そして1日目当選した方が 12%、2日目当選したよという方が 13%、はい、そして両日落選したよという方が 21% ということで、まあ、これだけですね、見ますとね、両日当選が半分以上を占めているということになります。で、さらにはどれかしら当選した人っていうので足し合わせると、約 80% 近くですか、 78% かな、ぐらいということで、本当に、ね、当ててる人が多いなという印象があります。はい、まあ、ただですね、このアンケートにはですね、いわゆる人数ごとの内訳、はい、単番だとこれぐらい当たりやすい、連番、2連番だと、3連番だと、4連番だと、今回4連番までありますからね、4連番までのその各人数ごとの、細かい、割合っていうのはですね、当落の割合っていうのはちょっと出てませんので、大雑把な結果にはなりますけども、まあ、少なくとも、現状連番者の人数が少なければ少ないほど、まあ、これぐらいの、まあ、圧倒的に当選しやすいですよという、割合になっていると、まあ、これがですね、言えると思います。はい、まあ、ただですね、全部が全部両日当選しやすかったかというとですね、決してそんなことはなくてですね、私ね、もうそうだったんですけども、4連番、ね、4人で応募した場合、まあ、今回最大4人までかける2日間応募できます。はい。4人でかける2日間、しかも2日間投資で応募できるんですね。はい。でも、つまりチケット8枚、1人で手に入れようとする。まあ、これに関してはですね、圧倒的に倍率が高いというふうに言えると思います。はい。これはですね、本当に倍率が高かったです。本当にね、ネット見ても外れてる人がこれだけは大変多くてですね、まあ、やはりチケットの枚数に対して、倍率っていうのはすごい比例するなと。で、さらに言えば、投資券、ね、両日券ですね。両日のチケットを一気に手に入れようとすると、さらに倍率が高くなるのだな、ということは、わかりましたね。はい。まあ、ただですね、それ以外の場合、まあ、投資券でも、まあ、3連番、2連番、単番、こういった場合では圧倒的に倍率が低いと。まあ、そんなに高くないと。当たりやすいってことがわかります。はい。まあ、やっぱりね、多くの人これね、行きたい。ね。本当に需要の高いライブではございますが、まあ、ただですね、まあ、今回東京ドーム、ね。ね、しかもアイマスの皆さんもいらっしゃるということなので、倍率高いと思っているんですが、まあ、ただね、なんだろう。単番で、まあ、単番じゃない。ごめんなさい。単独ライブで、これだけ多くの人を集めた。じゃあ、つまり合同フェスだったらもっと集まるでしょう、みたいな。結構そういう風に考える人多いんですけども、実はですね、あながちそうとも言えないんですよね。はい。まあ、わかりやすい話。例えば、リエラで、なんだろう。
もう分かりやすく言うと2万人多くの人を集めれます。じゃあアクアで4万人多くの人を4万人近く人を集めれます。じゃあリエラとアクアが合同フェスを、まあ、仮にねやった場合6万人集まりますっていうかというと、そういうわけではないんですよ。はい、あながちそういうわけでもない。足し合わせて多くの人たちが来るっていうわけでもなく、やっぱり兼任してる方もいる。うん、あのアクアもリエラも虹ヶ崎も蓮の空も大好きだっていう人もいますし、なんならそれだけでなくラブライブもアイマスも全部追っかけてますみたいな人もいるかもしれない。やはりその人数にそのなんていうんだろう、カウントしづらい部分もやっぱりあるので、これはですね、まあ意外とまあ当たりやすかったのかなというふうに思いました。だいたい倍率1倍とかそれぐらい、まあまあ2倍あでも2倍はもしかしたら言ってたかもしれないな。うん、50何パーセントって一応出てますからね。まあ2倍近くあったかもしれないけども、まあただ極端に当たりづらかったのは4連番のみで、それ以外はまあ比較的当たりやすかったのかなというふうに感じています。まあただですね、たとえ東京ドーム5万5000人収容できるとはいえ、運営としてもですね、早い段階で今回当てたかった、まあつまりあの多くの人を入れたかったっていう思惑はあると思います。今回の先行抽選で相当数、もうすでに東京ドーム埋めてる可能性があります。はい、もう本当に数万人は埋めてると思いますので、現時点で。まあ、なのでですね、従って、一般抽選、今後ね、あると思いますが、こちらに関してはね、相当倍率が高くなるというふうに思った方がいいです。はい。やっぱりね、運営としても、まあ、アイマス、ラブライブ、どちらのね、運営にしても、チケット余らさくはありませんので、当然。5万5000人見切り席までね、もういっぱいに埋めたいと思ってるに決まってますので、今後はね、ちょっと倍率、ね、この50何パーセントのように簡単に当たるとは限らないと思います。まあなのでね、皆さんそこはちょっとね、気をつけていただいて、まあね、今後応募される方もね、いらっしゃるかもしれませんので、ちょっとね、今後はね、覚悟された方がいいかなというふうに、個人的には感じました。はい。皆さんのね、いろいろね、予想もあるかと思いますので、ぜひ、ね、コメント欄にたくさん書いてください。もしこの動画がいいなと、グッドボタン、高評価、チャンネル登録などもお願いいたします。では、またまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。